なんかパッとしないな。ちっちゃい水槽用のライトスクリーンあればいいんだけどね。あるんです、小型水槽用のライトスクリーン。今回はこのライトスクリーンの作り方をご紹介します。これでもなかなかいいですよね。はいどうも、ビバです。今回の動画はマジで必見です。水槽の後ろに設置するライトスクリーン、あれがめちゃめちゃ手軽にできちゃう動画です。今回は自作ではありません。なので手先があまり器用でない方でもカッターさえ使えれば作ることができます。今回使うものは下の動画説明欄にまとめてますので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。もったいぶっても仕方ないので、早速作り方と用意するものを紹介していきます。ではやっていきましょう。今回使うアイテムはこちらのシャドーレスライトとこちらのグラデーション下敷きです。これだけでもう作れる方いると思います。これがどういうものかというと、まずこちらのシャドーレスライト、小物写真撮影とかするときに照明を当てる角度によって物の下に影ができちゃいます。それがあまりよろしくないというときに下から照らすための LED ライト、それがシャドーレス、影をなくすライトですね。そしてこちらはブルーからピンクに変わるグラデーションの下敷き、ちょっと夢かわな、子供が喜びそうな下敷きです。これはいくつか色のパターンがあるので好きなものを選びましょう。そして使う道具はカッター、これだけです。このカッターは下敷きを切るために使います。どうですか、誰でもできそうな気がしてきませんか。じゃあ早速シャドーレスライトを見ていきましょう。まずこちらのシャドーレスライト、この商品は USB で駆動する商品です。こんな感じの正方形の LED ライト、かなり薄型です。実際につけてみます。スイッチオン。ああ、いいですね、結構明るいですね。ライトがついちゃったのでカメラの自動調節で周りが暗くなっちゃったんですけど、結構ね明るいです。正直このままでも水槽の後ろに設置するとめちゃめちゃ水槽が明るくなります。試しにこの白い状態のものを設置してみたいと思います。まずこれが何も設置していない状態です。ここにシャドーレスライトを設置します。そしてライトをつけます。眩しい眩しい。はい、カメラが調節をしてくれて、うわー、なんか水槽だけ浮き上がってますね。見てもらって分かる通りかなり明るいです。これだけでも十分かなと思います。ただ今回は先ほども紹介した通りグラデーション下敷きを使うので、もう一手間かけたいと思います。もう一手間といってもグラデーション下敷きをこの LED に合わせてカットするだけです。今回は青からピンクに変わっていくグラデーションで使いたいので、この向きでカットしたいと思います。逆さまにすればピンクからブルーのグラデーションになります。では切っていきます。なかなか綺麗なグラデーションですね。はい、簡単に切ることができました。あとは両面テープなどでこのシャドーレスライトのフレーム部分にペタッと貼り付ければ完成です。これが超手軽簡単に作れるライトスクリーン、早速設置してみましょうか。さあではいきますよ。スイッチオン。眩しいからの、お、いいんじゃない。若干ライトが明るすぎてグラデーション目立たなくなっちゃってるけど、ほんのり青から白のグラデーション分かりますね。今カメラの設定でどうしてもレイアウト部分は黒くなっちゃってるんですけど、肉眼で見るとめちゃめちゃ綺麗ですね。これは後でしっかり写真を撮りたい。こんな手軽にライトスクリーン作れちゃうんですね。これはナイスな発見です。かなりいいですね。これはいいね。こんなほとんど工作なしでライトスクリーンができちゃう。しかも小型水槽用のライトスクリーンなんて売ってないので、普通は自作するしかないんですけど、これだとめちゃめちゃ簡単手軽にできちゃいます。しかもグラデーション下敷きは他にもグラデーションパターンがあるので、それを買ってくれば気分次第で色も変えられちゃう。これはいいですね。とはいえもともとアクアリウム用品ではないので
いろいろと不都合もあります。注意点その1、もともと写真撮影用のアイテムなので防水仕様ではありません。水槽の真裏に設置するっていう水しぶきとかかかりそうな場所なんですけど、絶対に水がかからないように注意しましょう。確か ADA のライトスクリーンも防水仕様ではないですよね。そして注意点の2つ目、実はこの発光面、ここの幅が 19.5 センチです。なので今回動画では20センチキューブジャストサイズみたいな感じで紹介してるんですけど、ほんのわずかに発光面の幅が足りません。これにどういった弊害があるかというと、水槽の角、発光面足りてないところはこんな感じで影になっちゃいます。発光面が20センチジャストだったらこんな感じで映ると思うんですよね。どちらかにずらしておけばいいんですけど、ど真ん中に置いちゃうと水槽の角のところにフレームが映り込んで影になっちゃいます。これは置き方次第ですね。そしてフレームを含めた縦横のサイズが 22.5 センチなので、当然20センチキューブ水槽からははみ出ちゃいます。このあたりフレームレスだったらいいんですけど、さすがにそうはいかないみたいです。ただ真正面から撮影するにあたってはほとんどの場合フレームが隠れると思うので、撮影には問題ないと思います。そして最後、注意点というより懸念点、耐久性がどのくらいあるか分かりません。試される方は自己責任でお願いします。実は今回の動画撮り始めた時、このグラデーション下敷き1枚だけで使っていました。ただ実際に設置してみると、ちょっとグラデーションが弱いんですよね。ライトが明るすぎるのか、ちょっとグラデーションが飛んでしまっています。なので途中からグラデーションシートをもう1枚追加しています。グラデーションシートを2枚重ねるとどれくらいグラデーションが濃くなるのか実際に見てみます。どうでしょう、だいぶグラデーション濃くなりましたね。これはもちろん使う人の好みによると思うんですけど、グラデーションを濃くしたい人はこのグラデーション下敷きを2枚購入して2枚重ねて使うと、はっきりとしたグラデーションにすることができます。個人的には2枚重ねの方が好きです。ちなみにシャドーレスライトを設置せずにグラデーション下敷きだけだったらどうなるか試してみましょう。今これは白いバックパネルを敷いた状態です。ここにグラデーション下敷きをセットするとこんな感じです。これでもなかなかいいですよね。ちなみにグラデーションの向きを逆にするとこんな感じになります。これもなかなかいいんじゃないでしょうか。グラデーション下敷きは500円ぐらいで買えるので、ちょっとしたカスタマイズに試しやすいと思います。後でシャドーレスライトを買い足してもグラデーション下敷きは使えるので無駄にもならないですね。 A4 サイズの下敷きなので、ちょうど20センチキューブ水槽には使えるサイズです。ここからはシャドーレスライトを分解してみたいと思います。これはグラデーションシートをライトの中に内蔵したい方、もしくはこういったライトスクリーンを自作したい方、参考になると思います。ではこれを裏返すと真っ白、ネジも何もないんですよね。ただこの裏側に貼り付いてるシートを簡単に剥がすことができました。わずかに隙間が空いてるので、そこにカッターの刃とか差し込んでテコの原理でペリッと剥がすと、このペラペラなバックパネルが外れます。ただここで注意点、このバックパネル剥がすと再接着できません。両面テープ的なのでついてんのかなと思ったんですけど、ウレタンフォームっていうか両面テープも貼り付かない素材でくっつけられてたんですよね。なので再接着したい場合はフレームについているこのよくわからないものをカッターの刃とかで剥がして、そこに両面テープをつけると再接着することができます。ではシャドーレスライトの中身どうなっているか見ていきましょう。まずちょっと厚めのマットが入っています。これはおそらくスペーサー的な役割で、この中に入っているものをしっかりと押さえつけるものだと思います。そして次に白いペラペラの紙、これはシャドーレスライト内で光を反射拡散させるためのシートだと思います。そしてこちらがちょっと硬めのパネル、2枚セットになっていて、1枚は曇りガラスのように表面がザラザラしている厚さ2ミリぐらいのプラスチックの板、そして一番外側の発光面にあったのがわずかに透ける乳白色の板、これは光を拡散させるディフューザーですね。というわけでこんな感じで5枚のシートやらパネルやらで構成されています。そしてシャドーレスライトの LED 部分、枠の1箇所からコードが出ていて、そこから内側LED ライトがずらっと並んでいます。そしてコードが回って逆側、こちらにも同じく LED ライトが並んでいます。なのでこのフレームの両サイド2箇所に LED ライトが設置されています。この状態でつけると、まあ当然こんな感じですね。これだけでもなんか使えそうですけどね。これはアイディア次第。
そして先ほどはこのグラデーションシートをシャドーレスライトの外側にペタッと貼り付けたんですけど、おそらくこれを内側に差し込むことで元からグラデーションのライトスクリーンのような製品に仕上げることができると思います。都合のいいことに結構固めの板があるので、これと同じサイズに切れば問題なく組み込めそうですね。できました。同じサイズのグラデーションシート。じゃあこれで組み立ててみましょう。このシートをどこに挟むかですよね。一番外側でもいいのかな。ここに挟んでディフューザーを入れて、なんか拡散するやつを入れて、おお、大丈夫大丈夫、いいね。白いシートを入れて、若干不安なのが1枚シート増えたので厚さが増してしまったんですよね。多分バックパネルが浮いちゃうな浮いてますね。これもしかしたらこれいらないかもしれないね。あ、でも結構ベコベコか、結構浮いちゃう。おそらく燃えやすいものは入れちゃいけないと思うので、やっぱりこれとりあえず入れておきましょう。いいね、最高の仕上がり。中に組み込むの一体感があってよかったんですけど、デメリットの方が大きそうなのであまりおすすめできません。デメリットというのはやっぱりシートが1枚追加されるのでバックパネルが浮いてしまう点、それとシートを2枚重ねて入れるとうまく発光しなくなります。これは一番手前に2枚重ねてしまうとうまく光が拡散されずに真ん中あたりが暗くなっちゃいます。それを回避するために重ね順をいろいろ変える必要があるんですけど、そこまで手間をかけて中に組み込むよりは素直にフレームに貼り付けた方が簡単かなと思います。これだとわずかに足りない発光面もなんとかごまかしが効くので、個人的にはフレームに貼り付ける方法をおすすめします。というわけで今回は写真撮影用のシャドーレスライトを使ってライトスクリーンを作るという動画でした。グラデーションシートを差し替えればいろんなパターンのグラデーションが作れてとても便利だと思います。ライトスクリーンは設置するだけで水槽が見違えるほど綺麗に見えるので、ぜひ使いたいアクアリウム用品なんですけど、どうしても既製品だとお財布へのダメージがでかいです。そして既製品は多くの商品が30センチ以上からなので、小型の水槽用のライトスクリーンというのはなかなか見かけません。小さい水槽でライトスクリーンをつけたい方、ぜひ今回の動画を参考にして設置してみてください。今回使用した商品については下の動画説明欄に商品 URL が貼ってありますので、そちらをチェックしてみてください。というわけで今回の動画は以上です。もし参考になったという方いらっしゃれば、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。